金沢地区製鉄遺跡群一金沢地区製鉄遺跡群は福島県南相馬市原町区金沢に所在する大規模な古代製鉄関連遺跡群である南相馬市原町区の北東部に所在し同市鹿島区に近接する古代道の区国行営群の管轄域にあったと考えられ和名省所在境の間吹号に立地していたと推定される遺跡群周辺には 行方軍の軍が所在地とされる、泉ず外石や、近藤製造魚廃や、バグの出土で知られる、マノコフン軍がある。近接するカラス崎海岸は砂鉄を多く含み、所在鉄は、沿岸部で採集されたこれら、浜砂鉄であろうと考えられる。同様に、新地町の竹井地区製鉄遺跡群もまた、金沢地区と並ぶ、この地方の同時代における、 大規模な製鉄関連遺跡群である。東北電力原町火力発電所の建設工事に、先立ち1990年代前半に大規模、発掘調査された。発掘調査の終わったものだけでも11二22万224,960平方メートルに及び、検出された、木炭用は152機、土工606機、製鉄路123機、炭屋炉20機、 縦穴住居あと139軒、掘ったて柱建物あと30棟、墳墓十14基、末木を1基などである。出土した鉄紙の量はおよそ626トンに上る。墨釜年代は7世紀中央から10世紀前央が当てられている。ありがとうございます。